インターネットラジオ Good Air ドコン熊本大分佐賀長崎福岡宮崎鹿児島県九州トークバラエティ DJ ケンタロウ中村 1,2,3 GO!おはようございます。再びビーチにやってまいりました。いや久しぶり来たね。もう2週間ぶりぐらいになるかと思いますけども、いつもこの看板取ってるな。はい、田野浦港海岸です。こう分かります。ちょっと今日はねゴミ拾う前にちょっとこの海岸をねちょっと見て回ろうかなと思ってるんですけど、雨はギリギリ今降ってない感じなんですが、まあ、見て俺前回ここさ全部ゴミ拾ったんだけどさあー増えてるね。そこそこゴミがまた増えてますね。まあ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 予想はしていたけども、しゃあのここら辺全部拾ったのんな。まあそう簡単には綺麗にならねえって感じかな。まあちょっと今日もね、ちょっと頑張ってみようとは思ってるんですけど、とりあえずこっちよいしょ。いやー雨でもちょっと海はやっぱいいね。ちょっとねほらここね片付けたんですけどやっぱまだあるね相変わらず。ビーチもいい感じだ。結構水が多いな。満潮流木がちょっとなんともいいね。ちょっとでかいから持って帰れねえけど流木持って帰ろう今日は。ちょっとぐらいなんかあるっしょ。でも結構拾いに来る人とかもいるんだって。なのでその大量にはないと思いますけど。おお良いのいい感じです。ちょっと荒々しい感じだね。あ誰か来てた。あ足跡が残ってますよね。夜とかデートするにはいいだろうなここは。確かに。うわ砂だらけだよ足がまあこんな感じのところなんですけど、まあそのビーチとしてはここは空いてないんです。なのでなんちゅうんかな、まあその開く予定が開かなかったみたいな感じですね。一応ねトイレとか着替える場所もあったりとかするんですけど、うわ雨昨日から降ってんすけどね意外と綺麗。水はめっちゃ澄んでる感じですね。うわ来る来るねとりあえず車は何台か止まってたんですけど誰もいないっすね。いやーこのビーチ散歩なんてなかなかしないからちょっと楽しいわ正直ちょっと楽しいですね。おおなんか流木が転がってる。ただこっち側はね、まあ、この辺はやっぱ波に流されてだと思うんですけどあんまりゴミはないんですよね。あーこれ流れてきたんだろうなこれは。うわよし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 。うわ揺れとる揺れとる。こうやって来るのね流木って。いいじゃんいい感じ。なんかいい感じ。まあ、クラゲもいねえだろうしね。冷たいのかな海の水。はいこんなところです。ちょっと端まで歩いてみようと思って歩いてんだけど
雨降ってきたぞおい。やば、めっちゃ降ってきた。まあ、こっちの方がすごい綺麗なんですけど、まあ、釣りは結構ね前もしてる人見かけたんで、まあ、本当にその捨ててあるゴミが本当心ない一部の釣り人の人のゴミなんでしょうね。あんまりねそのゴミがたくさんあるっていう印象ではこっち側に来るとないです。すんげえ降ってきたんだけど、ほらもうこっち側はね全然流木とかしか落ちてない。ほとんど大体釣りしてるのがみんなここっすね。あの向こうのところに座ってとかでやってる人が多い感じかな。あもう全然こっち側来たら綺麗だわ。まあまあまあ多少はね多少はあるけれども、こっち来るとそのてか雨やば、今日カッパ持ってきてないんだよね。しかもねこの後俺車をタイヤを交換するとか言ってね車持ってかれるんですよ10時にはなのでやばい、ちょっと早く帰んないとね。あーまあここら辺もちょっとゴミあるか。ここ来て飯食うか、お弁当ぐらいならなんか分かる気がするけど、キャンプとかダメなのかな、ここやりたいね。まあ、かなり広いビーチです、使われてないけどね。うわ雨が、うわやっべ、ちょっとちなみにねこれねトイレとシャワー室なんですけど多分ね開いてない、鍵かかっててねなんか入れないようになってると思うんですよね。うわ電気ついてないよね、完全にロック。え置いてる、え これ誰か鍵やりやがったなあ、誰か鍵やりやがったな、これだってかかってる状態だもんね、これ完全に鍵。誰か開けやがったな。うーわ松林もすごいいい感じですよここは。んで、まあ、こっちがトイレ、あトイレも入れなくなってる、前は入れたのに。あダメなんだ、やっぱいたずらとか多かったんだろうな、かなり。おっしゃ、まあ、そういうわけで雨がねだいぶひどくて、ちょっとね今日はゴミ拾いとかできそうにないんですけど、まあちょっとだけでも本当ゴミ拾うなりなんなりして、せっかく来たんでね、そこから俺雨男かなかもしんね、あるな。ただ一個だけ嬉しいのは、まあまあ前より綺麗になった、そのやっぱ拾ったからその捨てにくくなったっていうのもあると思うし、なんかね動画見てね掃除したっていう人がなんか話を聞いて、まあ俺の動画かどうか分かんねえんだけど、ここのなんか掃除してる人の動画見たっていう人が掃除してましたっていうね話も聞いたりとかして、まあなんだろう、その掃除してさボランティアして俺頑張ってますとかって言うつもりは全然ないので、本当に釣りやってる人たちが気持ちよく釣りして、ここ使う人たちが釣りやってるやつもいていいじゃねえかとねいうような雰囲気になりゃいいなと思ってやってただけなんで、まあ多分ここはねあと 3,4 回来たらねもう大丈夫だと思う。なので次の段階っちゅうか、まあ、ここが終わったらまた別のビーチにね、ここ
個も片付けたのに捨てやすいんだろうな。まあ、次の段階に入れればなというふうに思ってます。ちなみにね、ここの下なんですけど、これね全部貝の化石ほんと実は足元全部貝、やべえな俺びしょ濡れだよまだ何もしてねえのに。はい、そんなわけでとりあえず海に来たよっていうレポートでございました。皆さん、まあまあ捨てたい気分の時もあるけど、なんだけゴミは捨てずに、で気が乗ったら人のゴミ拾ってみましょう。お疲れした。あたさき、やっべえな。TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。ゼウス、シャレです。2人合わせてサネウス、よろしくお願いします。高島の YouTuber、さすまジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、さすまジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日まで撮ってます。鹿児島の魅力や観光者をお伝えできればなと思っております。はいこれぐらい食べちゃう。いやー、冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょ、サラだ。おお、揺らしすぎでしょ。サラ、あ、あ、あ、サラもドラえもんだよ。ドラえもん、ドラえもん Thank you for your listening. Good Air Dokkan. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。Good Air Dokkan. Your listening station is Good Air Dokkan. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.